まあ、簡単に言いますと、痕跡本というのは、まあ、古本を買ってきたときに、たまに出会う、傷があったり、落書きがあったり、書き込みがあったりとかするような、そういう本のことを、まあ、ざっくりと言えば痕跡本というんですよね。で、まあ、今までそういう本っていうものは、まあ、基本的に古本屋さんでは、まあ、ちょっと扱いにくいものみたいな、その、買う側にとってもやっぱり綺麗な本がいいという感じの価値観がやっぱり一番多いですので、まあ、古本屋さん的にも、なんか実はちょっと、まあ、ちょっと扱いにくいものだったりとか難本みたいな感じであったんですけど、ただ、僕はですね、まあ、とある本との出会いがきっかけで、まあ、ちょっとその逆にその痕跡が残されている本というのは前の持ち主の物語が刻まれてて、でそれを読むことによって普通の新刊本とはまた違う面白さが実はそこにあるんではないのかということをちょっと思い始めて、まあ、そういう本をちょっと集め出したわけなんですよね。で、まあ、その本の一番初めのきっかけがですね、この日野入さんのこのマダラの卵という本です。これまあご存知の方もおられるかと思うんですけども、ホラー漫画家の大家の日野の方で、まあ、この方書く漫画が、ホラー漫画でも狂気漫画みたいな感じで、結構自分の中のその気持ち悪くこの振り切れた人間のその狂気みたいなものを前面に押し出してくるっていう、結構例えば唐沢俊一さんとかによりますと、まあ、読んだ後にゴミ箱に投げ捨てたりとか、あるいはその三浦淳さんなんかの場合は雑誌の中のひどい人のページだけホッチキスで止めたりとかして読まないようにしてたみたいな、それぐらいなんかその読む時の衝撃をまあ読者の方に与えるような作家さんなんですけど、この人の本を買ってきたらですね、そこにですね、針でですね、まあ、見えますかね、これザクザクザクっとちょっと何箇所もこう刺された跡がこう残されたわけなんですよね。で、これちょっと見えにくいんですけど、この辺りで表紙から来てて、でこの中のページとかこの辺はちょっとまあ紙が抜け落ちてるんですけども、でこれまあ、名古屋の某まんだらけという古本屋さんで、まあ、当時日野秀さんの漫画集めてたので買いに行ったら、まあ、大体その当時日野秀さんの漫画1500円ぐらいだったんですよね。ところがこれ100円で売ってたんですよ。で店員さんに なんでこれこんな安いんですかって聞いたら、まあ、これねちょっと、ね、気持ち悪いんだけどねって言って、まあ、この傷を見せてくださったわけなんですよ。まあ、当時僕学生で金がなかったので、まあ、とりあえず読みたいから買ってきたわけなんですけども、で読みながら読んでいくと、どうしてもこの指先がですね、この傷跡にこう当たるわけなんですよ。でそうするとまあ読みながら中も気持ち悪いんだけど、何よりも指先から来るこの背筋に来る何かがとてつもなく嫌で、嫌だな気持ち悪いえぐいと思って読んでいたんですよね。でその背筋に来るゾクゾク感感じながら、なんでこんな本俺読んでんだろうと思ったんですけど、この気持ち悪いなんで読んでんだろうってこの感覚って、実はこの本だからこそ味わえるもんだっていうふうにちょっと気がついたんですよ。でそれは要するにこの前の持ち主が何らかの気持ちを込めてこの傷をつけたっていう物語とそのバッカー背景、なんでこんなことしたんだろうっていう言葉でが伝わってくるからこそ、そういう気持ち悪さがあるわけで、それってもしかしたらこの本でしか味わえないこの本だけの魅力なんじゃないのかと思ったんですよ。でさらにもっと言ってしまえば、この日野秀司さんというこの作家さん、さっきもその唐沢俊一さん、三浦淳さんの話もしましたけども、やっぱりそういう人の根源的な気持ちをこう揺り動かす、言葉にならないような気持ちをこうぶつけさせるような力がある作家さんなんで、ある意味ではこれは正しい読書の仕方でもあるとも言えるわけなんですよね。その作品を読んでその気持ちを、なんともなんないこの気持ちを破壊衝動でぶつけるっていうのは、でそういうふうにして読んでいくと、この本を、まあ、結構この本古本で買ってきたんですけど、何度読み込まれた後で結構ページとかも開いてるんですよ。針ぶつけたのはあくまでその憎いからではなくて、なんかやっぱりなんかずっと気になる、その気になる気持ちとモヤモヤをなんかぶつけた後なのかなっていうふうに思うと、なんかこの本がとてもなんか素晴らしいものというのか、ある意味ではこれで完成形みたいないうふうに思えたんですよね。でまあそういうことがきっかけで、まあ、こういう本を集め始めるようになって、まあ、いくつもそういう痕跡本を集めて、まあ、ブックマーク名古屋さんの企画の展で、まあ、痕跡本の展示をやらせていただいたりとかした後に、まあ、ちょっとひょんなことから東京とか仙台とか、長野の方とかでイベントをやらせていただくことになりまして、で、まあその時の東京での展示を、まあ、実は編集の的場さんが見てくださり、まあ、こういうふうな話がまあ痕跡本のすすめという本を書いてみないかっていう話をいただいたっていう、まあ、次第なんですよね。